どうも、てらくです。今日もミンゴルやっていきましょう。この枠は、第36回ミンゴルフェス。こちらを、ガチャするだけの枠。で、やっていきたいと思います。まあ、ガチャだけの枠。ガチャ枠。13万コインあるから、まあいいか。とりあえず見ましょう。どれかな？これかな？女の子かわいいな。第36回ミンゴルフェス。出現率2倍。最大パワー460。スリング SS627 ギア。飛距離とカップまでの距離に応じて SPBP 最大2100ポイント獲得。プラス、無風プラス低反発アプローチチャレンジ、ティーショット時飛距離最大40ヤードアップ、サイドスピン最大 50% アップ、プラス集中力 TSS ショット。なんかあれだな、モリモリですね。モリモリギアやってきましたね。モリモリギア。アプローチチャレンジは風の影響を受けない。なるほどね。風の影響を受けないで2100。あー、TSS ショットは、こんな感じと。なるほど。で、無風プラス低反発アプローチチャレンジ。なんすかそれ。なんすかそれ。これはあれか。無風プラス低反発なんだ。無風プラス低反発。なるほど。2発打てますよと。最高じゃねえか。最高じゃねえか、これ。チケット結構持ってるよね。12枚しかないのかい。出現割合見ますか。 16%。 クソみたいな出現率。でもう一個行こう。こちらウェアですね。チャンスパイラルスリング超アイ。何や、やばくねこれ。ジャストインパクト時 SPBP 最大 35% アップ。来ましたよ。スパイラルショットが打てるチャンススパイラル J1。 これなんだろうな。パワー最大120アップ、インパクト最大200アップ、スリング超アイ。チャンススパイラルから見ましょう。 SPBP が 35% アップしてスパイラルショットが打てると。スリング超愛。なるほどね。これはチャンスパワージャストインパクトしてか。なるほどね。これそもそもスパイラル入んないでしょ。そもそもスパイラル入んないっしょ。確率、風速が確率でわかる。いいかもね。まあ、まあ悪くないな。どっちがいいんだろうね。12枚しかない。そんなか?もうちょい頑張ればよかったかな。2回で確定、8回で確定。で、他。じゃあレディースガチャからやっていきましょう。ギアガチャ。ガッツシきます。でも当たりが多いと、後半当たらない可能性がある。猫じゃら。お、やべ、ついてるな今回。ネイチャーバード。めちゃくちゃ当たるやん。どうしよう。めちゃくちゃ当たるんだが。まずは外れ。5外れ。5外れ、10外れ。で、一旦終了。ウェアガチャ。15ハズレ。
20ハズレ行くか。20ハズレ来た。20ハズレ、25ハズレ、25ハズレ来ました。フルハズレ、25ハズレない。で、25ハズレした後のウェアから行きましょう。おっと、当たり。まあリセットかな、どうしようかな。まあ25ハズレしたから当たりが来ると。これ微妙だな、ウェア。まあどうなんでしょうね。レーシングスキーウェア、やったぜ、揃ったぜ、嬉しい。これちょっと一回離脱、しのみちゃんスキーウェア、完全なるスキーウェアに変えます。やったやった。まあこれでも悪くないんですけど、完全にスキーウェアにして、でヘッドもあるんですよ、これレーシングスキーメット。これしちゃうとはってなるんで、終わりで、やりません。頭どうしようかな、頭。これがぽいよね。どっちでもいいな。あ、これいいかもね。これはいい。素晴らしい。やっぱコス最高。コスって最高。マジで。これですね。この上下のつなぎのところ。完璧。素晴らしくないか、これ。いやー、コスチューム最高だわ。すごいな。ラインが、胸のラインがすごい。いい味出してるわ。これ作った人天才か。こんなウェア売ってないだろうな。性的すぎる。ラインが性的すぎる。じゃあ行きましょう。最高じゃねえか。もう終わってもいいぞ。もう終わってもいい。引き続きやっていきましょう。で、ハズレと。5ハズレ。あ、当たり。いやー、これは、これクラブ行きづらいなー。一本も出ない可能性あるクラブ。ガールスエードシューズ。あー、ガールスエードシューズね。これはウェアの方が欲しかったな。お、まだ来る。マジで。ネイルスルーグローブ。めちゃくちゃ当たるやん。外れ。これは怖いな。ここまで当たると怖いな。これクラブガチャ当たらない可能性ある。ちょっと当たりすぎてるわ。2セット目確定の方が当たっちゃったんですよね、このガールスウェードシューズ。だから、もういっか、これはやんなくて。このタータンチェックパーカーが当たるんだったら、まあ最後まで回そうかなと思ったんですけど、まあね、24万コインいるんで、今回はいいかな。じゃあ行きますか。ド本命。めちゃくちゃ欲しいぞ、これ。一応、あれやります。例のやつ。でも、今回当たらない気がするんだよな。めちゃくちゃ当たってたから、ウェアで。
さあ、おまじないは終了。一回でも、プラチナ来たら、動画成立。頑張れ。マジで頑張れ。来ない。まずは外れ。次にかける。次にかける。頼む。来ない。はい、外れと。まあ、ダメだね。ダメな時はダメ。ちょっと当たりすぎたね。今ね、17回ぐらい外れか。お、切った！皆さん、お待たせしました。本日のメインイベント。これは最高。最後に来る。素晴らしいね。スリング I267 クラブ2本目持ってる。持ってるけど嬉しいかもしれない。見ましょう。まあもうやんなくていいか。記念に一回やろっか。どうしよっか。入手。あ、入手でいいか。入手でいい。スリング I267 クラブトリプルスーパーショットナイスコントロールですが、カスタムがスピン調アップだけか。なるほどね。まあいっか。まあ一応すごいの来たけど、すごいの来たけどどうみたいな。ちなみに、0.05% の確率です。今のは 0.05% の確率で引きました。まあ記念に一回いっか。よし。よし。これで最後ですね。この動画の最後。スイング I217 ボール2個目。まあもうないかな。言うて 16%。 おっと、グレートショットボール4つ目。取り合いなボール4つ目。まあ3つ当たったか。すげえ当たるな。もう1回。もう1回やるか。あ、来ないか。やめましょう。まあまあこんな感じということで、ちょっとガチャやりすぎました。ああ、まあはい。ということで、まあ終わり。終わり。欲しかったんだよ。あれは欲しい。これは欲しいぞ、マジで。このクラブは欲しい。いやー、でも手に入らなかったか。これめちゃくちゃ良くね？これを2回打てるですね。これ最高だよね。これは微妙。飛距離40ヤードアップ。391。あー、やっぱでも3本も打てる。やべえな、これやっぱ。いや、欲しいわ。このクラブ欲しいわ、マジで。で、風の影響受けないでしょ、これ。んなことはないか。いやー、でも風速がわかるしね。最高じゃねえか。いや、もう一回はやれないです。もう一回やれない理由は、こういうことです。無償が3万8000。だから、優勝食っちゃうんで、まあ、やらないと。まあこういうこともある。こういうこともあるということで、まあこういう回もあると。まあこういう回がほとんどだし、まあ言うて 0.05% 当たってるし。
これ以上望むなって感じなんで、はい。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回のミンゴルバックアドガチャもよろしくお願いします。今回はミンゴルフェスガチャぐらいにしときますか、タイトルということで、次回のミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。